現在、新型コロナウイルスに関連する感染症が全国に広がっています。風邪や季節性インフルエンザなどの一般的な感染症対策のためにも、正しい手洗いの仕方についてご紹介いたします。実際に手を洗ってみましょう。水でよく手を濡らした後、石鹸をつけ、手のひらをよくこすります。手の甲を伸ばすようにこすります。指先、爪の間を念入りにこすります。指の間を洗います。親指と手のひらをねじり洗いします。手首も忘れずに洗います。石鹸で洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルでよく拭き取って乾かします。次に、消毒薬による手と指の消毒についてご紹介します。はじめに両手の指先に消毒薬をすり込みます。次に手のひらによくすり込みます。手の甲にもすり込んでください。指の間にもすり込みます。親指にもすり込みます。手首も忘れずにすり込みます。乾燥するまでよくすり込んでください。手洗いはすべての感染症予防の基本となります。外から帰った時、トイレの後、食事の前など、こまめに手を洗うように心がけましょう。